ドリームチェイサーです。今回はこちらヒプノシスマイクの夢の源太郎くんのキャラケーキを作っていきます。リクエストありがとうございました。はい、今回は6号の型を使って作ります。底が取れる型を使っていきます。この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートやクッキングシート、写し絵の紙などをこんな感じで絵の上に重ねて油性のペンで写し取りました。今回はイオントップバリュー商品5本で300円くらいで売っているものになります。クラフトテープにもかけるタイプを使用すると、こちらのツルツルっとしたものにでも綺麗にかけます。はい、かなりラインを忘れていたところあったので書き足しました。これは外さないとわからない。はい、ではこちらをひっくり返して型の上に乗せて、この上にジップロックなどのフリーザーバッグを同じく型の大きさに合わせて切って重ねていきます。はい、なるべくラインと被らないところを止めてあげると後の作業がしやすくなります。でもあまり気にせず止めちゃって大丈夫です。ちょっと気にするレベルで大丈夫。三角に止めると線と線をあまり刺激せずに止めることができます。はい、くるっと一周テープで止めて固定しました。はい、ではこの上をチョコレートでなぞり書きしていきます。はい、こんな感じで滑らかにろ過したチョコレートを用意します。今回は明治のミルクチョコレート4かけほどをココット皿、こんな感じで深さのある器に入れて湯煎で溶かしました。メーカーはどちらのものでも構いません。お好みのものを使ってください。はい、ではラインの上に乗せていきます。利き手と逆側の方から始めてください。そうすると書いたラインに触れずに作業が進められるのでやりやすくなるかなと思います。はい、頑張って乗せていきます。なるべくなるべく細くつなげられるといいですが、アウトラインは太めでも構いません。目のあたりなどはちょっと頑張ってやってみましょう。はい、チョコでのライン書きが終わったものがこちらになります。ではこちらは冷蔵庫や冷凍庫でしっかりと固まるまで30分くらい冷やしておきます。その間に色付けのクリームの用意をしていきましょう。はい、では色付けの用意をしていきます。こちら製氷機に用意したのは泡立てたホイップクリームと食用色素。今回はスーパーの製菓用品売り場で売られている粉状のものを使っています。赤、黄、青、黒4色と、こちらココアパウダー、お砂糖が入っていないもの、ミルクも入っていないものを用意しています。こちらの黒の食用色素が見当たらないときには竹炭パウダーでも代用可能です。はい、ではまずは食用色素を溶かしていきます。今回は小さな器にお水を入れてレンチンしてお湯にしました。お湯にした理由はこちらの竹炭パウダーとココアがお湯じゃないと綺麗に溶けないからです。はい、それぞれ数滴、2、3滴ですね、入れて混ぜていきます。ココアパウダーのところだけは多めにお湯を入れて混ぜていきます。はい、たくさんお湯入れないと綺麗に練れないので、といっても入れすぎには注意。スプーン1杯くらいのココアに対してスプーン1杯ぐらいのお湯で大丈夫です。様子を見てココアパウダーやお湯それぞれ足して、だいたいこんな感じのトローンとした感じ、ホイップクリームと同じくらいの硬さに練っておいてください。はい、他の色も混ぜておきます。しっかりと粉に水分を吸わせてください。粉のまま残らないようにちょっと水分が足りないなと思ったら1、2滴お湯を足して
混ぜておきます。はい、では色を作っていきます。まずは黒、洋服の色ですね。はい、黒は濃い色を作りにくいのでクリームの方を色素の中に入れていきます。で、混ぜます。結構はじめは灰色っぽくなっちゃって大丈夫かなと思うんですが、しっかり混ぜていくと濃くなっていきますので、はい、このように濃くなるまで混ぜておきます。で、隣にも移してもう一段明るい黒を作っておきましょう。ちょっとね、今回灰色のバリエーションがいくつか必要になってきます。はい、奥の明るいところはこんな感じでいいかな。で、白い色の影のところに使う灰色をさらにもう一段薄くする形で作っておきます。はい、均一になるまで混ぜれば大丈夫です。はい、では続いて茶色のバリエーション作っていきます。髪の毛の色になります。次も先ほどと同じようにココアの方にクリームを入れていきます。はい、ココアの方は結構薄まりやすいのでほどほどのクリームの量で様子を見ていきます。はい、それを薄めていきます。結構ね、薄まっちゃうんですよね。一番明るい色がこの色の方がいいかなと思うので、じゃあここちょっと少なめに取っているところに、はい、茶色を3回くらい入れて隣と比較しながらこの色より濃い色を作っておきます。はい、そうするとこんな感じ。ということで茶色3色はこの色でいきましょう。1、2、3。はい、これもしっかり混ぜておきます。はい、では続いて肌色を作っていきましょう。茶色のこの流れのところにしようかな。はい、赤と黄色をまずは取って混ぜてみます。そうすると結構濃い色ができました。ちょっと赤が強いかな。ここにもうちょっと黄色を入れます。で、混ぜるとまだ黄色が足りないかな。はい、で、こんな感じの濃い色になりました。これを取って隣に混ぜます。ここにもうちょっと黄色を入れていこう。はい、そうすると肌色、明るい色の肌色ができました。濃い色の肌色これでいいかなと思ったんですが、やっぱりちょっと濃すぎるのでここにもうちょっとクリームを混ぜます。で、黄色もちょっと足しました。混ぜていくとちょっとずつ明るくなっていきます。はい、これぐらいかな。では影の色をこちらで使って、で、明るい方の色はこちらの色を入れていきます。はい、首元のこの部分ですね。この部分の色だけはこの肌色とお隣の一番明るい茶色の色を混ぜて、少し暗くした色を作って入れてあげましょう。こうすると肌なじみのいい感じの色になります。続いては目の色いきます。目の色緑色なんですが、ほんの少しなので、はい、爪楊枝の先に赤と黄色を取っ
て混ぜていきます。はい、そうするとちょうどいい色になりました。こんな感じで1対1ぐらいの青と黄色を混ぜて目の色を作ってあげてください。はい、では続いては服の紫いきます。少しなんですが、はい、ちょっと濃い色を作ります。赤と青をちょっとしっかりめにとって混ぜていきます。ほんの少しなんですが、綺麗な色でまとめたいですね。ちょっと赤をしっかりめに入れた紫の方が綺麗に決まるかなと思います。はい、こんな感じの色です。ほんの少しなので、これぐらいの色を今回は統一して入れたいと思います。はい、あとチェーンの黄色は、これまたほんの少しなので、黄色をつまようじの先に取って混ぜていって、ここにほんの少しだけ茶色を入れます。そうするとちょっと鈍い感じの色になって金色っぽくなります。はい、こんな感じで作った色を入れてあげましょう。はい、よく見てみると目の中の色紫ですね。この紫は先ほど作った紫を入れていきます。そして下の色、こちらの色はここで作った肌色、濃い色にほんの少し赤を混ぜてあげるか、まあ、そのままでもいいかもしれません。そんな感じの色を入れていきたいと思います。はい、ということで色作りは以上になります。ではどんどん塗り入れていきましょう。はい、ではどんどん塗っていきましょう。ちょっとラインが細かいので塗りミスをしないように一気にやってしまいたいと思います。髪の毛の色は、濃い部分の色を先に塗りましょう。一番薄い色だけ残して、それ以外の色を塗っていきます。肌の色は影の色を塗ってしまいます。黒い部分は自分がわかるところで色分けしていってもらえればいいかなと思います。一番広い場所を残す感じで、残りの色が変わっているところ、ラインを取っているところに色を入れていきます。はい、髪の毛の部分の濃いところ2色塗り終えました。はい、いつもは白は最後に塗るっていうのをセオリーにしてるんですが、今回はココアなので色混じりがしないということもあるので、入れたい人は白い部分入れてしまっても構いません。この方が多分残りの色どこに塗るだけっていう感じになるので、分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、では肌色の影等々他の部分も塗ってしまいます。はい、ここまでできたので一度冷凍庫に入れて30分ほど休ませます。はい、冷凍庫で少し休ませました。そうするとこんな感じになって、チョコレートがもう一度しっかりと固まって、さらに他のラインも、塗り入れたラインも少し落ち着いた感じになります。では残りの色、髪の毛の部分は特にですが、ラインを触らないようにうまくクリームを入れていきましょう。はい、例えばこの髪の毛のあたりですけれども、もうここら辺のライン、チョコレートで区切られてないところもやってしまっているので、そういう場合は真ん中あたりに置いて、チョコレートのライン側からこのようにして塗り広げていきます。そうするとクリームのラインの方に触れずに、はい、流し入れることができます。少しずつ、でもなるべくこのクリームが緩まらないうちに手早く作業は進めてほしいです。心配なところは上からふわっと乗せるだけでもいいです。でちょっと寄せちゃって、線自体はかぶってるように見えるけれども、
あとはもうつつかないで放っておく感じですね。このラインはもう一段濃いめのところが入るっぽいので、ちょっと残して後で入れていきます。周りにも白いクリームをこんな感じで入れて、冷凍庫でさらに1時間凍らせました。ではこれを型の中に入れます。この上から色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して、8分立てにしたものを流し入れます。平らにならしたら冷凍庫に入れて、さらに3時間以上しっかりと固まるまで冷やしてください。はい、しっかりと凍らせた状態がこちらになります。ではケーキの上に乗せやすいようにラップでくるんで保管しておきましょう。ラップをこんな感じで引いて、今回ちょっと短いラップなので重ねて、真ん中の部分はちょっと重なるようにして2列に引きました。型を持って周りを温めていきます。くるっと温めたらひっくり返して、底の部分を押すと簡単に外れます。テープの部分を外していきます。多少時間かかっても構わないので焦らず外していきましょう。はい、くるっと回すと反対側やりやすくなります。はい、しっかり外れたかなって周りをこうちょっと外側に引っ張ってみて確認したら、型の底の部分を外していきます。くっついてるとこあったらペリペリと剥がしながら、はい、取り外します。はい、で下の部分を取ります。内側にテープまだくっつくと思うので、ラップの方にくっつかないようにジップロックの方に留めておきましょう。でラップにくるんで保管しておきます。はい、この状態で冷凍庫に入れておきます。数日保管した人はさらにラップでこんな感じでくるんだり、ジップロックに入れたりすると冷凍庫の匂い移りを防ぐことができます。はい、では冷凍庫に入れてきます。はい、ではケーキの上に乗せていきましょう。ケーキの土台が用意できて乗せれるようになったら、冷凍庫に入れておいたこちらを持っていきます。はい、ラップを剥がしてケーキの上に乗せていきます。はい、この時点でまだジップロックの部分は外してないので軽く触れても大丈夫です。はい、位置が決まったら軽く押して固定してください。テープの一箇所を持って外上に引き上げるようにして剥がしていきましょう。無理な力がかからないようにちょっと揺らしながら外していきます。こんな感じ大丈夫かな。ではくるっと一周クリームを絞って飾り付けをしていきます。はい、綺麗にできているので少しだけ縁取るようにしていきます。はい、では周りに今回は富澤商店プチ富シリーズのフルーツ顆粒マンゴーを飾っていきます。顔の部分になるべくかからないように気をつけながら、しっかりめに飾ってあげると綺麗な仕上がりになります。はい、あとはお好みのフルーツを飾ってあげてください。ちょっと小さめのフルーツの方が顔が隠れなくていいかなと思います。参考にしたいと並べてみるとこんな感じの仕上がりでした。
けで今回はヒプノシスマイクの夢野源太郎くんのキャラケーキを作ってみました。リクエストありがとうございました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。